一番好きなキャラクターはやっぱりナルトにはなると思うんですよね。ナルトかジライヤですね。ちょっとバカっぽいとこっていうか、もう考えなしに突っ切っちゃうみたいなとこはちょっと似てますね。それでこのあとこのストーリーどうすんだみたいなことはよくあるんですけど、やっちゃえ行っちゃえみたいな、そういうところはちょっと似てるかも。鉄砲のとこは似てますね。これはまあ根本的に忍者だからだと思います。忍者はやっぱ世界的に有名ですし、やっぱ忍者っていうのは結構でかかったかな。あとはナルトが結構ヒーローものの中では結構完璧じゃないというか、結構弱いし、最近は強くなりましたけど、まあヘタレっつうか、その落ちこぼれだっていうとこが結構その部分が共感してもらえたのかなっていうふうには思ってます。忍者映画にしたくて、最近ちょっと忍者離れしてるんで、ナルトが、まあ、忍者のつもりで僕も書いてるんですけど、ちょっと忍者離れしてるっていうのと、忍者漫画だよっていうアニメだよっていうことをちょっともう一度認識してもらいたいんで、忍者っぽいテーマと忍者っぽいアクションでやろうっていうコンセプトが僕の中にあって、忍者推しの映画、あと主人公のナルトの映画だっていうのは僕の中でやりたかったことっていうか、渦巻ナルトの映画になってるという。そんな感じの映画ですね。やっぱりインクんでる絵が一番忍者っぽくてクールでかっこいいとか思ったんで、まず忍者をしていきたいっていうのがあったんで、インをやろうというふうに決めましたね。敵側のキャラクターと桜の両親をデザインしましたね。まあ悪いことですね悪いことを企んでますやつは、それをダメだよっていう、そんな感じの映画になってるんで、まあそれちょっと全部言えないっていうか、はい、それをちょっと見てもらってっていう感じですね。僕がやりたいと思ってたことで原作でできなかったこととか、映画ならではのキャラクターっていうのを作って、思いっきりこうわがまま言ってスタッフの人も泣いてもらいながらやってるので、全部がまあ見せ場って言えば見せ場になりますし、絶対楽しい映画になってると思うので、その辺は期待して、見に来ていただけたらその楽しさが分かるので、そこは自信があるので。ぜひ見てもらいたいので、皆さんぜひ見てください。